はい、どうもこちゃんです。今回はトルクル速報をねやっていきたいと思います。久々ですね、トルクル速報ね。まあ情報がねたくさん来てるんで、まあ一個一個ね整理したいと思います。はい、まずこちら大切なお知らせということで、来ましたね、大型アップデートですね。大型か、 7.00 バージョンアップということで、まあ、この前で来たのは解放だったっけ。解放が来たのが 6.0 とかだったっけ。ちょっと覚えてないんだけど、どうだっけ。あ、違うか、コロシアムだっけ。解放の前にコロシアムか。解放、コロシアムで今回か、多分そうだよね。ということで、まあ大型ですね、超進化の追加ということで、星5プラスと星6プラスになるということで、もう星6プラスって書いてある時点でもうフェス限が確定ですよね。フェス限も確定っていう感じですよね。まあどういう順番なのかわかんないですけど、まあ多分お正月あたりで来るんじゃないかなっていう、星6プラスになるみたいなのが来るんじゃないかなと思ってる、まあ俺の予想なんですけど、まあこれはすごい楽しみですね。まあこれに関してもまた後で、詳しくお話ししたいと思います。はい、で次、キャラ一覧における属性タイプ絞り込みの追加ということで、まあこれどうなんだろうね。そのなんかタイプ絞り込みがなんか微妙じゃない？なんかその、例えば斬撃とかで調べても、あ、斬撃じゃねえわ、自由とかで調べても、なんていうの、白色自由みたいな、両方その斬撃とかじゃないパターンがさ変なとこに出てたりするじゃん。斬撃とかで調べた時もまあそうなんだけど、なんかあの辺のズレがねこううまくまとまるといいかなっていう。だからタイプ2つあるうちの1つ目のところだけ検索してるような感じになっちゃってるじゃん今。それがねちょっとまあ使いにくいかなと思ってたんで、まあそれが改善できればねいいと思うんですけど、まあどうなのかな、できてんのかな。でこれね、俺的に一番嬉しい新機能、スタミナ2倍でお宝2倍、これめっちゃ嬉しくない？これ俺めっちゃ嬉しいんだけど俺だけですかね、めっちゃ嬉しい。これだってもう時短ってことでしょ、完全。ただこれ表記的にお宝2倍なんだよね、手配書2倍とは書いてないんだよね。だそこなんだよ、手配書も2倍だよね多分ね。じゃなかったらもう回る意味ないもんね。回るとしたらそのもう同キャラ合成とか別に全く一緒なくて、だ例えば今回のペコムズみたいに、まあ、ペコムズ全然いらねえし、卵男爵もあいつもいらねえしみたいなってなって、ただフェス限のキャベンディッシュの本だけ欲しいみたいなパターンだったらこれありだよね。その辺がどうなるかっていうのもあるんだけど、まあ多分2倍、まあ多分あるよね。だって決戦とか回れなくなっちゃうもんね、コロシアムカオスとかね、これ全く見なくなっちゃうんで、まあどうなるかわかんないですけど、これは楽しみな一つですね、うちの。これ 7.00 っていつから？あ、12月15？ あ、もうすぐじゃん、15って。え、月、火、水、木。木曜日？木曜日か。いいね。はい、だとタイトルコールのボイスの種類を追加。出航だーが変わるんでしょうね。まあ何になるかわかんないけど。あとバリアのヘルプ表示ということで、まあ多分左下の方にアイコンが出るようになるっていうことかな。それか、まあ相手のところタップすると、相手だから右上か。右上のところタップすると、まあ出るっていうような感じになるんですかね。あと新しいキャラクターのための機能追加ということで、まあこのタイミングで追加するってことは、まあ多分、まあ後々多分、まあまた話しますけど、ゾロとナミのどっちかが、まあ、新しい機能がある、まあ、機能を追加しなきゃいけないような性能っていうことでしょうかね。どうなんでしょうかね。それがまあ、噂されてるお正月に新キャラ、まあ、ルフィたちが追加されるのに、こう先に機能追加しとく。とかっていうことなのかな。ちょっとわかんないけどね、その辺。あと、キャラ枠の最大数の上限が100増加。まあ、これやっと来たね。やっとだね。これは嬉しいね。もう俺も結構ボックスパンパンなんでこれ嬉しいですね。速攻1500にしたいと思います。毎週月金に開催してる亀大発生の仕様変更。まあ仕様変更って書いてるだけだったらわかんないよね。どういうことなのかな。例えば30分開催じゃなくなるとかね。1時間に伸びるとか。まああとは、コンボスで倒せるようにもうちょっと体力減らすとか。まあそういうことなのかな。まあそれか属性選べるようになるとかね。まあいろいろ、まああると思うんですけど、どういう仕様の変更なんでしょうかね。その辺わかんないですけど。あとまあ、決戦赤犬のまあ、この不具合はまあ、前からありましたからね。その他細かい不具合の修正ということで、はい。こんな感じですかね。はい。で、これだね。今回の目玉はこれです。
このキャンペーン、これがやばいですね。で、これだね。これが進化素材になるらしくて、まあ、どちらか最初に1個もらえますよっていうことですね。で、今あるゾロのアシュラ1部銀とサンダーボルトテンポということで、今も全く使えないこの2体が、まあ、超進化できるっていうことだよね。まあ、ただ、どういう感じなのか全然わかんないけどね。必殺技も変わるのか、どうなのか。必殺技変わるかなってことは、また、本が実装されるってことになっちゃうもんね。どうなんですかね、その辺。まあ、あり得るっちゃあり得る。例えば、ドンクイークとかね。あれ、進化前と進化後で必殺技違うけど、進化後は本で、進化前は同キャラ合成みたいな感じだもんね。そのパターンでなんかあるんでしょうかね、これはこれで。また本が実装されたりとか。で、あと、まあ、ゾロとナミが、もうこの時点でもう、これもらった時点ではもう、進化できるらしいんですけど、どうしますこれ。今のうちにもうレベル間にしてとかってするべきでしょうかね。まあ俺実際ゾロもナミも確かねレベル間じゃないんで、ちょっとどうしようかね迷ってるんですけど。というかそもそもナミを取っといて、ナミのこのナミ選ぶと、まあこの紫の、まあ、素材が手に入るんですけど、まあこの紫の素材を取っといて、まあレイリーにつなげるとかね。レイリーもありそうなんで、っていうのもまあありかなと思ってて。まあ、ただ、レイリー来るとしたら白ひげ順番的に避けたと思うんですよね。まあ、なのでそこまで持っとく必要もないのかなっていうところで、まあ、性能次第ですね。まあ、ゾロかナミか、まあ、情報が出次第選ぼうかなと思ってます。で、まあ、右下にこれ虹の万竜いるんで、まあ、この虹万竜が多分まあ、素材の一つになるのかな？どうなのかな？多分まあ、この骸骨だけで済まないよね、多分ね。いや、あとこの骸骨が複数必要な可能性もあるんで、1個だったらね、だいぶいいんですけど、複数の場合はちょっとめんどくさいかなっていう。ただまあこのゾロナミはもう多分これもらった時点で多分ね、もらえると思うんですけど、多分これで2、3個もらえる感じだったら、多分1回に2、3個使うのかなっていう感じはするし、やってみないとわかんないですね、これも。あとレア仲間探し。これありがたいね。これ今、何色だっけ？ちなみに。あ、26だからまた買うのかな？どうなんだろう。買うのかな。2年後一味ね、全然手に入ってないんで、これで当てたいね。ただのね、属性ガチャだけど当てたいね。あとビッグトップ号、これはもう初心者の方にすごい嬉しいと思います。初心者というか、まあレベルがまだ全然上がってない方とかね。経験値 1.5 倍プラスベリー 1.5 倍なので、もういいことしかないですね。サニー号使うんだったら、まあこっち使えばいいじゃんっていう話になりますね。まあただ必殺技がないと思うんで、まあその辺がちょっとね、サニー号の必殺技が欲しい場合はそっち使わなきゃいけないけど、まあこれで十分じゃないですかね。必殺技はなさそうですね。ここに書いてないってことはないってことですかね。あとこれもありがたいね。500万なので、まあ、ヘスゲンがレベル満になる、レベル1からレベル満になるっていう。で、しかも必殺技レベルが必ず1上がるということで、まあ新規のヘスゲンに入れるのが一番いいんじゃないですかね。まあ、それかハンコックみたいにもう全然上がんないキャラ全然上がんないとか全然落ちないキャラ入れるのも周りかなって思いますけど、まあ新規に入れるのが一番いいと思います。まあ当たればね。もう俺いつ当たんだよ新規のヘスゲンもうずっと当たってないからね。結構当たってないよ。いつ当たるんだかね。最後に当たったのバルトロメオかな。まあいいや、その話はいいや。あと麦わらの奇跡ということで、これいいよね。1話から8話まであって、まあ1話から7話分まではまあもう1回きりなので、まあそこでドロップしするキャラで欲しいキャラがいれば、まあリタマラすればいいだけですかね。でも多分ね、その8個目の冒険で多分いろいろ強いキャラが出てくると思うんで、8個目の冒険だけでいいような気もするけどね。まあちょっとわかんないです、どんな感じなのかわかんないんで。まあでもこれはありがたいと思いますね。通常クエストもあるようか、多分美味しい感じになってると思いますよ。あとまあこれも嬉しいね。まあ初心者には本当に嬉しいのばっかりだね。まあ経験値が大量に手に入るんで、これ多分な、もう初心者だったらね、何レベルも上がっちゃうんじゃない。うん、これはありがたいですね。もう虹の宝石ももらえるし、いいことしかないですよね。はい。で、あと、経験値がアップ。そう、経験値がアップするんで、俺今ね、亀取っといてます。ケチ臭いでしょ亀取っといてます、一応。まあ、ちょっと12月15なので、まあ、そんなに遠い話でもないんで、まあ、取っとけばいいかなと思って、一応取っといておいています。一応ね。あと、大老亀。まあ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 。で、あと、これね。必殺レベルアップ発生確率2倍のキャンペーンなんですけど、これね、1回目が14から15ということで、丸1日しかないんだよね。これ皆さん気をつけましょうね。てか、俺も忘れそうだから言ってみんな、ツイッターで。ツイッターで教えて、1日しかないですよってコメントで教えてください。リプしてください。ちょっと忘れそう、本当にこれ。大丈夫かな？もうちょっと後で動画撮ればいいやとか思って、俺いつもね、後回しなんで。やばい、これ絶対忘れるな。ちょっと本当教えて。頼むから。で、2回目は多分ね、もう3日で長いんで、まあ、忘れないと思うんですけど。
まあちょっとでも年末どうだろう、動画撮れるかな。ちょっとね実家に帰省するかもしれないんで、でもそしたらねすごいフェスも撮れなくなっちゃうからどうしようかな。パソコン持ってってなんとかそれしかないですよね、普通に考えて。まあいいや、その話もいいです。で次トレクル決戦祭りということで、もうほぼ来るね、ほぼ。マゼランが来てないぐらいかな。あとゼファーも来てないかな。ゼファーも来てないね。でテゾーロ、これもうみんな回って、さすがにこれ最終チャンスと思ってもいいかもしれない。かもね。かも。もう長い間来てないんで、テゾーロ。ちょっとここいらで本当にスキル間にしとかないと、ちょっとやばいと思いますよ。で、ありがたいことに、これ28から29じゃないですか。で、これ必殺レベルアップと被ってるんで、もうなんとかこれでスキル間にするしかないと思います。というか、スキル間にしましょう、これは、さすがに。式の時もね、俺結構口酸っぱく言ったと思うんですけど、これ回ろうねって。式マジで回ろうって言ったと思うんですけど、まあ、式に関してもまあ映画だったんでね、もう最後の1回になった時にお知らせ来たじゃん。もうあの時俺もめっちゃ言ったと思うんだけど、もうこれテゾーロは、まあ最後の告知まだ来てないけど、回ろういや、いつ来る、来ないくなっちゃうかわかんないからさ、これ回ろう、本当に。もう来てるだけいいと思うんで、これ回っときましょう。もう解放まではいいです。解放まではいいんで、せめてスキルマまで。頑張ろうね、まだの方頑張ってください。ぜひぜひ。ちょっとテゾーロ俺も結構使ってる機会多いんで、確定スロー編なんでね、心属性パーで使うときは本当にね輝くんで、ぜひぜひちょっと回ってください。はい。であとは復刻冒険祭りということで、まあ毎年来てるね、毎年来てるやつなんで、まあこれもまあまあ美味しいよね。結構落ちるしね、ドロップ率悪くないし、これも結構美味しいと思いますけど、まああと新しくまた来るかな、今年も。フランキーとかまだ来てないもんね。フランキー、ブルック、その辺来てないよね。だその辺がもしかしたら来るかもね、来ないかもねどっちでしょう。はい。ということで、あとはシークレットがまたシギが来てて、てかタシギのあの地属性の方未だに欲しいんだけど、かっこいいし。タシギ多いな。でもで、あとレベッカ、これなんかもう合わせたようにリキ来ましたね。まあツイッターでは先にね、つぶやかさせていただいたんですけど、まあ測ったように来ましたね。忘れてんじゃね運営みたいな思ってたけど、来ましたね。あとまあロブルッチが復刻ということで、まあ、ロブルッチまだの方ね、まあ繊維に入れる分にはもうものすごく強いんでね、ぜひぜひスキルマしてください。こんなもんかな。あとはまあどれ優先するかっていうとこなんですけど、今クロコダイル、ルンバー、海賊団、フランキー、コミメッポって感じかな。あ、違う、コミメッポはまだか。コミメッポは来週か。コミメッポ、スナスナ団、スモーカー。そうだね。22からの話になると、まあ、このワールド海賊団は回る価値あるかなと思います。まあ、ドッチンジャオが強いからね。まあ、これ回る必要あると思う。まあ、白ひげ海賊団、まあ、これもね、妙く落ちるし、白ひげ海賊団の参加じゃねえわ。海賊団のキャラも落ちるんで、まあ、この2つはいいと思いますけど、まあ、今週来週に関しては正直ないね。まあ、戦国スキルマにするぐらいかな。でもまあ皆さんも戦国ね、スキルマだよね、多分ね。まあ新しくね、最近手に入れた方はまあ別だと思うんですけど、そんなもんかな。あとまあロシナンテに関しては正直ね、コラソンスキルマにしたとこでっていうとこあるからね。それだったらまあこれ線も回りましょう。これ線も回るのがいいと思います。ワールドと、デリンジャーの2つかな。まあアルビダーもね、もう何回も来てるんで、もうさすがに皆さんスキルマだと思うんで、まあまだの方はぜひぜひとか、最近始めた方とかね、ぜひぜひ回る価値あると思うんですけど、まあ、あとは赤いの持ってる方はオーズ回るとかね。まあ、基本的にはデリンジャーと、まあ、ワールド。まあ、この二つを回ればいいんじゃないでしょうか。まだね、これさえもまだ始まったばっかなんでね。ぜひぜひ。ワールドに関しても、デリンジャーに関しても多分、ガチャゲンなし攻略の動画出してると思うんでね。適当に調べてみてください。コロシアム、ワールドとかで調べてくれれば、もしかしたら俺出るかもわかんない。どうだろう、まあ、言うやんって言うてもまあ出ると思いますけど、まあ適当に調べてやってみてください。というか再生リストのも出てるな、多分。再生リストでコロシアムって押せば多分、まあ多分もうものすごい量あるんでね、探すの大変だと思うんですけど、まああると思うんで、ぜひぜひ、そちら見て周回してみてください。マーガレットに関してはどっちでもいいです。もう前も言ったと思うんですけど、マーガレットに関してはもうどっちでもいいんでね。デリンジャーとワールドはぜひぜひ回りましょう。そんなもんかな。はい。あとね、報告がてらシャンクス2体しか落ちてないですマジっていう感じなんだけど、全部でね4回来てます。で1回負けたんで3回分しか勝ててないっていう感じなんですけど、いやーマジかって、あ違う、5回来てんだ。5回来てて勝ててないっていうか、まあ挑んでないんで、5回来てて2回
挑んでないんですよ。動画でガチャゲンなし攻略した時にかけてくるんでもう動画で撮ってる時に2回来るからね。もちろんガチャゲンなし攻略なんで無理なんですよマジかっていう。でデレインジャーもこれだけ集めてるんですよ。 1,2,3,4 まあ25ぐらい集めて、まあ2回かな、ワールドで1回って感じかな。あ、じゃあワールド0か、あれじゃあデリンジャー3回とかかなっていう感じなので、まあちょっとねひどいんですけど、皆さんどんな感じですか？皆さんもそんなもんですか？まあちょっとね今後も、シャンクス集め頑張ってしていきたいと思います。ということで、うわかっこいい動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。